国立金華公園の改修整備についいてご説明いたします。金華公園は JR お茶の水駅の南東側神保町駅の北西側に位置し明治大学やお茶の水小学校に隣接する区立公園です金華公園は関東大震災後 震災復興小公園として整備されました昭和4年の開園以降憩いの場として近隣の皆様に親しまれてきました昭和42年に全体的な大改修を行いましたがそれからおよそ50年が経過し施設の老朽化が進んでいることから改修工事を行う運びとなりました金華公園は 関東大震災後東京市により52カ所設置された震災復興小公園の一つで旧金華小学校現御茶ノ水小学校とともに設置されました昭和4年に開園その後昭和25年に千代田区に移管され現在は区立公園として管理されています金華公園は開園当初 公園東側傾斜地は自然風庭園公園西側平坦地は自由広場として整備されましたその後周辺の土地利用の変化に伴い現在に至るまで少しずつ改修され開園時の面影を残しながらも時代に合わせ形や使い方が変化してきました現在の金華公園は 滝や池の形を残し自然観察を楽しめる東側エリアと砂場やブランコ、滑り台がある遊具スペースに加え広場やステージなどが整備されている西側エリアの大きく2つのエリアで構成されています遊具スペースや広場は周辺保育園の子どもたちの遊びや運動の場にもなっていますまたステージやベンチは休憩の場として 通勤や通学途中などの方に利用されており、休憩スペースを増やしてほしいという声が多く上がっています。公園の南側にはトイレが設置されていますが、金華坂とお茶の水幼稚園の影となっていることから、視認性が低いことが課題となっています。検討の経緯です。令和元年から、 金公,公園内にて多様な利用者の方から意見を伺う意見収集改修整備の基本方針から実施設計まで模型や VR を使用しながら意見交換を行う7回の意見交換会の実施を通して合意形成を図ってきました,また これらの結果や内容については、金華公園だよりを作成し、広く情報発信を行ってきました。次に、意見交換会の中で決定した改修整備の基本方針についてご説明いたします。公園内の課題の抽出と改修整備に向けた基本方針については、金華公園の返歴に合わせ、公園西側と 公園東側に分けて検討を行いました現状として公園西側は休憩スペースの不足や安全面への配慮が課題として挙げられ公園東側は残されている自然や地形を活用した環境整備を求める声が多く得られましたこのことから公園西側はお茶の水小学校幼稚園とのつながりや 意見交換会の中で出た要望、現代ニーズを踏まえ、憩いや活動あふれる広場を創出すること、公園東側は、開園当初の面影を残す自然風庭園を保全・改善し、次世代へ継承することとの基本方針が定まりましした。基本方針ををもとに、公園内のゾーンを設定しました。 もともと遊具のあったゾーンは遊具ゾーンとしてまとまった遊具スペースを整備し遊んでいる子どもの見守りスペースを整備します日当たりの良い公園入り口付近は他世代が利用できる憩いゾーンとしお茶の水幼稚園の仮園舎のあったゾーンは子どもたちが自由に駆け回れる多目的ゾーンとして整備します公園東側は、 歴史の継承をテーマに既存施設の保存活用再利用をするため、傾斜地を保存池を再生し、新しく浸水空間の整備を行います。ここからは各ゾーンの整備内容についてご説明いたします。各ゾーンの使い方や整備する施設の内容や規模については意見交換会の中で検討し。 設計を行いました左下の動画は整備後のイメージとなりますまず遊具ゾーンは主に遊具とベンチを設置します遊具は意見交換会の中で児童用遊具と幼児用遊具を分けることとなりそれぞれの複合遊具を設置するほかこれまで公園内にあったスプリング遊具プランコを整備します。 ブランコはハンディキャップの有無にかかわらずその保護者も含めたすべての人が遊ぶことのできるインクルーシブ遊具を採用しますベンチは既存樹木を生かし木陰に沿って配置することで周辺の植栽体との連続性を確保するとともに子どもの見守りにも活用できます憩いゾーンは人工芝のゴロゴロ広場や砂場 ベンチ、水飲み、手足洗い場を設置します。砂場は意見交換会の中で日当たりを考慮しあえて遊具ゾーンではなく憩いゾーンの東側に設置することとしましたまた砂場で汚れた手をすぐに洗えるよう公園東側の浸水空間との中間あたりに水飲み手足洗い場を設置しますまた、 現状課題として挙げられた休憩スペースの不足に配慮し各ゾーンを見渡すことのできるベンチやごろごろ広場を整備します公園内に花が咲く樹木が少ないことから憩いゾーンにシンボルツリーとして桜を配置します多目的ゾーンには多目的広場を整備し広場の周りに鉄棒やベンチを配置します 遊具ゾーンや憩い,いゾーンと違い広い空間を設けることで子どもたちが駆け回ることができる空間を確保しますまた広場周りに鉄棒を設置することで子どもたちの運動の場としても活用することができます公園東側に整備する保全ゾーンは滝や池門柱石階段 石橋といった自然や施設を保全・改修することで、歴史を継承するとともに、意見交換会などの中でも要望の多かった子どもが遊べる水系施設を整備します。利用方法については、石橋の北側と南側で分け、北側は生き物が住めるような池を復元し、南側に子どもが遊べる水系施設を整備します。 水系施設の周りには、椅子やベンチを設置することで、見守りのスペースを確保します。最後に、利用者周辺への配慮として、公園内の建物の配置と北側道路の整備についてご説明いたします。公園内にはトイレなどの建物を設け、トイレについては現状課題を踏まえ、 人目にににつく位置に配置配配することで安全性に配慮しますまた北側道路は歩道の覆員が狭いことが意見交換会の中で挙げられたため既存樹木の保全に配慮しながら道路を整備します以上が各ゾーンの整備内容となります金華公園は本改修整備において地域住民や 学校関係者の皆様などの意見を踏まえ設計してきました本工事を行い、より地域に配される公園としてリニューアルいたします本工事は令和5年3月より進めていきます公園全体の完成は令和6年3月を予定しており今後1年をかけて改修工事を行います しばらくの間、公園を利用できなくなりますことへのご理解、ご協力をお願いいたします。